どうもこんにちは。今日ですね、もうここからもう本気でノーカットでいこうかなと思います。お知らせなんですけども、まあ、突発的に今動画撮ってます。 iMac のフォトブースで撮ってるんですけども、もう iPhone が、まあ、このように電源がつかなくなったっていうか、もう液晶が壊れちゃったんですよね。これで液晶が壊れちゃって、もうあの携帯が触れない状態なんですよ。だからその、まあ、こっちの照明に使ってるこの iPhone は、まあ、メインで使ってるんですけども、こっち外で連絡取れないんですよ。 au だからこっちソフトバンクでこっち au なんで SIM を入れ替えても使えないと。で、外で携帯使えないのと、あとですね、こっち、こっちの 5S はこのドックコレクターが100均のんじゃないと反応しないんですよ。でゲーム実況とかするときに100均のコードじゃ、ゲーム実況できないと。で、前まではこっちでゲーム実況とかしてたりしてたんですけども、これから、パズドラ、まあシリーズ化してるんですけど、パズドラと、あと、まあパズドラとかおすすめアプリとかこれから紹介していこうと思ったんですけども、この iPhone が壊れちゃったんで、これから多分パズドラの、シリーズ化は一旦止めたいと思います。この iPhone が修理になったらまた再開しようかなと思ってます。で、まあパズドラのてか、まあ、携帯全体のものが実況できないと。でこっちがドックコネクタが壊れちゃってるんで、もしよければツイッターとか、YouTube のコメントとかインスタとかでも何でもいいんで、ここのドックコネクタなしでもその iMac に動画を送り込める方法を教えてほしいです。できれば視聴者さんに今回は頼ろうかなと思います。で、まあこんな感じですかね。動画はあんまり上げれることができないと。だから、これからこう喋る系の動画は全部こっちで撮っていこうかなと思います。多分旅のレポートはこのね、後々また SD カード買ってこのニコンのカメラでね、また撮っていこうかなと思います。結構ねこれ恥ずかしいんですよ。こうやってウィーってやってね、まあこれで撮っていこうかなと思ってます。で鉄道撮影のことなんですけども、鉄道撮影は iPhone のMac への入り方が分かったら、まあ、上げるし、まあ、そのまま iPhone 撮っても Wi-Fi あるんで上げることができるんですよ。まあ、鉄道撮影は、まあ、行こうか、行けたら行ける感じですかね。ということで、今回はですね、動画のことについて、お知らせいたしました。すみません、本当に。パズドラ実況は、iPhone が復活次第、動画出しますので、よろしくお願いします。プレステのゲームは多分上げれるのかな、ノーカットで。ということで、今回はですね、こういう感じの、動画に関してのお知らせでした。さよなら。